アカデミーの山本です。今日は堺で会えたら後編ということで、前回この同じ高さ同じリズム同じ場所っていうのをやりました。それの続きをやっていきたいと思います。利き足でできるようになれば次は苦手な足でできるようにまた練習をしてみてください。で最後はこういう形で左も同じリズム同じ高さ同じ場所これができるようになれば、最後右左でリフティングができるように、これも、回数は少ない回数を目標にどんどん達成していけるように頑張ってください。さて、本日は技の一番初めにやる、チャオやノチでもたくさん出てきている回しというやつをやっていきたいと思います。まず回しですけども、まず練習方法としてはボールを投げて足を回す、こういうとこからまず練習してみてください。これがうまくいくようになると落とす、舐める、回す、バウンド地面についても大丈夫です。回す、落とす、舐める、回す、蹴る、これが何回かできるようになってくるとこのボールを舐めるというのが、上手くなっている証拠なので、そうなるとリフティングしながらでも回しができるようになってくると思います。この舐めるっていうところがポイントになってきます。舐めるっていうところがポイントになってきます。でここまでできるようになるとリフティングの中で回しをしてみるということです。ぜひやってみてください。